ドロシアミノーラアリスベートは、イギリスの古生物学者で、動物考古学の先駆者である。どのように、なぜ、巨大化と相性化という形態へ進化したのかを、理解することを目的に、近い時代に絶滅した、哺乳類の化石を探し出すことを、生涯の仕事とした。警察の警視であったヘンリー・レジナルド・ベートと彼の、妻エリザベス・フレーザー・ホワイトヒルの娘として、 ウェールズ西部のカーマーゼンシャーで生まれた。ベートには年長の姉と年下の弟がいた。ベートは正規の教育をほとんど受けていないが、ある時語ったところによると、彼女の教育は学校によって短期間中断されただけだったという。1898年19歳の時にロンドン自然史博物館に職を得た。はじめは、 動物学部門の蝶類室で鳥の皮膚を区分する仕事につき、後に化石の整理を行うようになった。自然史博物館には50年間在籍し、蝶類学、古生物学、地質学、そして解剖学を学んだ。若い頃はしばしば出来高払いで仕事をしていた。1901年にベートは最初の科学的な論文として、英称とアカウントを部、 エーボーンケーブインザ・カーベニファース・ライムストーム・オブ・ザ・ワイ、バレーを発表した。この論文は、地質学雑誌に掲載され、小型更新予保乳類の意外についてのものであった。同1901年、化石骨の調査のため慈悲で、キプロス島を初めて訪れ、キレニア地方の12カ所の洞窟で化石を含む、堆積物を発見した。その中には、ヒポポタマスマイナーの化石骨もあった。 1902年、王立協会から助成金を得て、キプロス島に戻り、キレニア地方の洞窟で新種のドワーフエレファントを発見。この新種の小型の像をエレファス・シプリアッツと名付け、1903年に王立協会のために論文を書いている。キプロスに滞在中、彼女は原生哺乳類と鳥類の観察をし、 キプロストゲマウスやミソサザイア種の記述を含むいくつかの論文の準備を行った。キプロスでベートは大半をウッドハウスという地方委員ともにパフォスの町で宿泊していた。遠い地域に旅に出ていない時はしばしば一人で活発な社会生活を送った。ベートは後にクレタ島、コルシカ島、サルディニア島、マルタ島、バレアレス諸島といった。 地中海の他の島々やスーダンなどのアフリカ地域の探検に着手し、それら地域の戦士時代の動物症の研究を出版することに取り掛かった。1909年にバレアレス諸島でヤギアカの未知の絶滅種であるマイトラガスベイレリカスを発見した。クレタ島東部のカット高原ではドアアーフカしたカバの遺骸を発見した。また、クレタ島で クノッソスを発掘していた若い考古学者たちと知り合いになり、ミノア文明の解明に手助けをした。マヨルカ島ではイギリス副領事から求愛され、ベートは次のように述べている。私は、セックスをしようとして、自分の公的な地位にふさわしい振る舞いをしない老人は、嫌いだ。デイリー・テレグラフによれば、1920年代に、ベートは、考古学者のドロシー・ギャロットと共に、 パレスチナで働いた。1937年に、彼女たちは、協調でカルメル山の発掘を開設したザ・ストーン・エイジ、オブ・マウント・カーメル・ボリューム1、パートに、ペイリアントラジー、ザ・ホッシル・ファウナ・オブ・ザ・ワディエル、ムガー・アーケーブスを出版した。その他の発見の中で、彼女たちは、カバの意外について報告している。ベートはまた、パーシー・ローと中国でダチョウの化石の研究をしていた。 彼女は特に気候による解釈の分野では動物考古学者の先駆者であった。彼女はガゼル族とダマジー家族の関連性の割合を比較していた。野外調査をやめる少し前の1930年代後半、ベートはベツレヘムで巨大な亀の骨を見つけた。ルイス・リーキー、チャールズ・マクバーニー、ジョン・デズモンド・クラークを含む多くの考古学者や人類学者が 化石骨の童貞における彼女の助言を頼った。第二次世界大戦の間、ベートはロンドンにある自然史博物館の地質学部門からハートフォードシャーのトリングにある動物学書所へと移った。1948年70歳の誕生日の数ヶ月前に彼女はそこの担当役員に任命された。ガンに体を苛まれていたけれども、 1951年1月13日に心臓発作で亡くなりクリスチャンサイエンス信者として仮想に付されたトリングの彼女の机の上には論文リストが置かれていたリストの最後にはスワンソングという題を書いていた亡くなった時の彼女の遺産は総額15,369ポンドに達した2005年自然史博物館のプロジェクトの一環として カール・リンネやメアリー・アニング、そしてウィリアム・スミスなどといった他の著名人と並んで、ドロシア・ベートの複製が制作された。彼らは彼らの生涯と発見物の物語と逸話を語ってくれる。彼女の電気ディスカバリング・ドロテア、ザ・ライフ・オブ・ザ・パイアニリング・ホッシュル・ハンター・ドロテア・バテの中で、著者のカロリン・シンドラーはベートを基地に富み、辛辣で、賢く、勇敢だと、特徴づけた。 シンドラーは2004年版の英国人名辞典のベートの項目の著者でもある。彼女の姉によって描かれた若き日のベートの水彩肖像画が自然史博物館に存在する。その中で彼女は白レースと大きなピンクのバラを配した黒いドレスを着ている。ありがとうございます。